柏屋横穴群は、静岡県田形郡神奈美町にある横穴母群である。柏屋の百血とも、単に百血とも呼ばれる。1976年2月20日に、保存状態の良い一部の横穴母群が、国の史跡として指定された。柏屋横穴群は、柏屋公園の中に位置する横穴母群である。東西約600メートル、南北。 約250メートルの範囲に300機は下らないと推測される横穴墓があるとされており、正確な数はわかっていないが、静岡県内最大規模の横穴墓群とされる。この横穴墓群は6世紀終わりから8世紀末頃にかけて作られたとみられ、後期の横穴墓からは仮想された人骨も発見されている。柏屋横穴群は、 明治時代にはすでに中央の学会で注目されていたものの初めて調査が実施されたのは1947年で日本大学三島ヨカに赴任していた文学博士カルベジェオンによって行われた第一次調査では柏や横穴群を ABCDE の5地区に分け BCDE の3地区で111基を調査しているこの調査で横穴の形態をモ類イに分類した AE 地区はすでに破壊されたものや消滅しているものが多く、この時調査されていない。1965年以降になると高度経済成長に伴う土地開発が柏や横穴群周辺でも進んだ。広大な宅地造成が計画され、その計画により D 地区のほとんどが消滅あるいは造成地の中に埋没してしまった。 この状況を知った地元の考古学研究者の集まりで、ある、スンズ考古学会では有志を募り、柏や百血を守る会を結成した。考古学研究者及び地元の人々の呼びかけで、保存の方向が具体化していった。そこで1973年、日本大学三島高等学校の山内昭治を団長に、BC 地区及びわずかに残る D 地区の測量調査が行われた。 第2次調査では、横穴が108機確認され、地形図と横穴分布図が作成された。翌年1974年、同じく山内昭治を団長とし、BC 地区の未開口横穴の存在の確認と、一部、機開口横穴の実測が行われた。第3次調査では、B 地区で新たに5機発見された。また、BC 地区だけでも、 総数200基は存在するであろうことが判明した。調査が進む中においても、柏谷地区の開発は進み、D 地区のほとんどが消滅していった。しかし、B 地区の一部と C 地区が関係者の働きにより保存され、1976年2月20日、東日本でも大規模なものであり、7から8世紀における、この地方の母性の特色をよく示す遺跡として、 重要であるとの理由により、国の史跡に指定された。柏谷横穴群は、東西約600メートル、南北250メートルにわたり、南、東、西面の標高、約20から30メートルのところに、全面に、多形平野を望み、富士、箱根を背後に青口に存在している。柏谷横穴群の最初の学術調査は、1947年日本大学の、 カルベジェオンによって実施された。群衆する横穴を AE の5地区に区分し、横穴の形態を5類型に分類している。瓦け装飾品、ブグ、バグなどの副装品が数多く出土している。1947年から行われた調査では、占いに使われたと推測される、キッコ光編が日本国内で初めて出土した。柏屋横穴群は、 箱根火山の噴火に伴い噴出流化した箱根火山、新規軽石流が露出する崖面を利用して作られている。箱根火山から西方に伸びる丘陵の最南端に位置し、東側には柿沢川が流れ、対岸には畑温泉、西側にはローム層からな独立丘陵上の向い原大地がある。南側にはかつて城山がそびえ、その左右から 広大な多型平野が広がっており、遊水地的要素の強い湿地帯であった。地域の開発、自然的崩壊等の理由により、横穴を元来の形で止めることが難しくなったため、町は、史跡、柏や横穴群保存整備委員会を組織し、史跡全体の保存処置を実施することにした。開港したままでは、現状の保存が難しいため、内部を埋め戻すことにより、 保存を図る。埋め戻した後も、開口部が分かるような形を取り、閉塞石が残っている部分はそのまま復元する。そもそも当時、保存処置時点の科学技術では、現状保存が非常に困難であったため、将来有効的な保存方法が確立されるまでの暫定的な整備手法として、横穴及び外壁面に防水モルタルを吹き付けるという方法を取ることになった。 この方法は、県教育委員会文化課史跡整備担当者を通じ、文化庁により承認された。さらに崩落した地山の砂流を、モルタル表面につけることにより、自然な色合いや質感を残すようにした。また、もともと高い樹木類が多く、森のようだった、地内は、横穴に影響を及ぼす木や巨大な根が多い。そのため、横穴や壁面を崩すことがないように、 慎重に一本一本を伐採した。ありがとうございます。